人目、日本の溝口絵理香登場です。まずは D 難度の音から入ります。飲んだ後から後方伸身宙返り、落ち着いて決めました。そしてここは D 難度のジャンプ、思い切って蹴ってます。高さがあります。去年の全日本のチャンピオン、そして高校総体全日本ジュニアのチャンピオンでもあります。このシリーズがつながるか。大丈夫ですね。前方抱え込み宙返りから後転飛び後方伸身宙返り、綺麗にまとめてきています。溝口、ここまでふらつきありませんね。種目別に残ってきました。平均台は得意としています。この後大きなジャンプ D 難度、これも見事に決めてます。あとはフィニッシュということになりますが、今日は2回半ひねりに挑戦してくるでしょうか。着地も決まりました。2回ひねりでまとめましたね。日本の溝口絵理香、朝日生命体操クラブ藤村女子高校の2年生です。得点 8.450、 2人終わってトップです。溝口絵理香。